肥満細胞肥満細胞肥満細胞とは、哺乳類の粘膜化組織や結合組織などに存在する増血幹細胞由来の細胞。ランゲルハンス細胞とともに、炎症や免疫反応などの生体防御機構に重要な役割を持つ。肥満細胞という名前ではあるが肥満とは、関係がなく、膨れた様が肥満を想起させることからついた名前である。 また、下流細胞とも呼ばれる。青色の塩基性色素での染色では、異常染色性を示し、赤紫色に染まる。人の肥満細胞にはいくつかの異なるタイプがあるとされ、例えば社会問題となっている、花粉症に代表されるアレルギー性鼻炎の発症部位である、微粘膜においては、粘膜型と統合式型の肥満細胞があるとされる。 これらのうちその発症に関わるものは粘膜型である。いわゆる細胞レベルでの各種実験において、統合式型の肥満細胞が用いられることがあるが、反応性などが異なるため注意が必要である。肥満細胞は、イゲを介した i 型アレルギー反応の主体である。肥満細胞の中にはヒスタミンをはじめとした各種化学伝達物質があり、 細胞表面に結合したイゲに抗原が結合しその、過強が成立すると、それがトリガーとなって、細胞膜酵素の活性化が促され、結果的に内容物である、特異顆粒、すなわちヒスタミンなどが放出される。また、細胞膜酵素の活性化は、アラキドン酸の生成と代謝を更新させ、代謝物であるロイコトリエン、血小板活性化因子、プロスタグランジン、 トロンボキサン A2 などを細胞膜から有利する。こうした肥満細胞から有利されたケミカルメディエーターのうち、ヒスタミンやロイコトリエン C4 などは、気管支ひらなメスジ収縮作用、血管透過性更新作用、粘液分泌作用などを有し、アレルギーにおける即時型反応を引き起こす。一方、血小板活性化因子やロイコトリエン B4 などは、 有層因子として高酸球や高中球などの炎症細胞を反応局所に呼び寄せる。これはアレルギーの遅延層反応を引き起こす。また、肥満細胞は樹状細胞の移動に関与することも報告されている。ありがとうございます。